でもなんかこの間コメントであったわ、今度歌舞伎町行ったらあの喧嘩した電信柱に会いに行きますみたいな。もう聖地巡礼なのよ。住所見てねって言っても、うん、どこですかって、だから住所見てねって言うタイプ。書いてあることを聞いてくるからね。あ、配信とかしてもそうじゃない、今言ったよねみたいなこと言われる、うん、生配信いつだって、さっき言ったよね、20日の木曜日だって言って新宿でなんかイベントやりますって言ったら、池袋は来ないんですかとか言われる、来いよってならない。マジだろ、マジ超いるからね。マジでさ、大阪でなんかやった時にさ、ケープは来ないんですかとか言って、いやそっちの方が地形だろみたいな。電車でも1時間ぐらいで着くだろみたいな。自分勝手ちゃんが多いんだね、世の中は。そうなの、向こうは悪気はなくそうって言ってんだろうね。ちょっと私この会話にはちょっと口数少なくなっちゃうけどね。でもね、多分ね、そういう人ってね、大阪に、京都に行ってもね、来ないの。まあ確かに、ただ言いたがりというかね。そう、言いたがりなんだよ、ね、そう、だからなんでコメントしてくんだろうなと思ってる。何か爪痕残したいんじゃない。へー、なんか私もなんかすぐ携帯ショップとかにすぐ行っちゃうから、全部そう、何でもそう、読めないから行くので、簡単な5分で終わることを、忙しいとこすいませんってどこもよく言って、携帯変えた時にメールが来なくてって言ったら、待機中に、あ、これ見てこうやったらできますよって、あ、そうなんですねってやったらできて、あ、もう大丈夫ですか、あ、大丈夫です、ありがとうございましたってか。そんな簡単なことも一人でできないみたいな。そうだから人のこと言えないか、この話についてはちょっとなんかこう食事みたいな。そう、でもそれはまた違うじゃん。まあでもそれくらいやれやと思わない、調べて。もう嫌になっちゃって。だからこういうやつが多いのね。こういうやつの度が行き過ぎるとそうなっちゃう。まだたまになんとかしようって思うし。でほら調べてるじゃん。まあ一応ね。でけどその上でどうしても分かんなかったらまあしゃあないよね。文字が多い。うん。文字が。そんな書くっていう。矢印で次どこなんこれみたいな。しかもたまに斜めとか、どこなんだから斜めってねえ。で Wi-Fi とかも故障して電話したら全然繋がらなくて、携帯ショップ行ったら一発で繋がるでしょ。何なのその違いは。ほんとに世の中どうなってんのっていうね、話も一理あると。だから私は何も強くは言えない。さっきすごい強く言ったけど、今日の話全部自分がゾッとしてる。世の中に言いたいことあるかどうするか、他に言いたいことか。イライラしないでって。あ、そうね、でもそれはあるかもね。イライラするっていうか、もはやギャグなんだけど、これは何なのが多いかな。あ、笑えるとこまで行けばいいけどな。わかる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 。うーんってなるとね。うん、わ、ちょっとごめんなさいって感じ。あれは私はだから、電車でさ、乗り換えの時にいつも同じ電車に乗せたの、あの昼食の時ね。で、私は降りて、普通に降りてってそのまま乗り換えを5分ぐらい待ってまた乗るんだけど、うん、あの1分とかで乗り換えないといけない、うんうん、走れば行けんだけど、はいはいはい、みんな走るのよ、うんうん、1本前に乗ればよくないってなるんだけど、まあ確かに、だから余裕持ってよって話よね、うん、そう、だからその、なんなんだろうそれ、うん、毎回同じ人が走るの、同じ車両乗ってるから、うん、あれは何、あれがルーティンなんじゃない。だってさ、危ないじゃん、シンプルに、うんうん、マジで運動会レベルで走るんだよ。用意ドンで10人ぐらいブワー走るの。やば、超危ないからね、あれ満員だし、ね、自分は変えないけど周りが変えないのみたいな感覚なんじゃない。あ、そういうこと、うん、ジャイアンそのジャイアン多数みたいな。あとあの、どうしても椅子に座りたい人。ああ、いるいる。座ったなって。あ、わかるわかる。で、たまになんかおばあさんにどうぞって言おうと思ったら先にそいつが座るからさ、あ、ほらって。そう、わかる。あるある。あとあの、しれっと流れに沿って割り込んでくるやつね。あの、ふぅ、いやいや、あれは何、なんだろう、ね、あれ何なんだろう、ね、ちょっとぐらい、なんかうんこ我慢してたと思ってる、いつも私。ふたしないと出ちゃうから。って考えてるから、なんかそこまでイライラしないとか。イライラっていうか、なんで、うん、なんか不思議なことは多いよ。
通勤ラッシュ、うん、の時にすごい押し込んでくれた、ね、私一回宙に浮いたことあるからね。でも一応男らしさこうやっとかないと触られたとかでも嫌だしねえ、おかばですって言っても証明してくださいって言っても、どうしてもできないから早く乗ればね。だって分かってんじゃん、毎回それに乗ってんだったらさ、混んでるとかさ、それなんかね、何なんだろうね。もうで、なんかねえだからバカが多いなと思って、言っちゃったでもそういう人たちって絶対一回痛い目見るから。あ、まあでもそうね、つまずいちゃってステコロリしちゃったりとかさ、ね、傘の柄の部分のこのこういうやつガンと当たるかもしれないしね、ざまお味噌汁っつってそのコーベなんかちっちゃいのよなんかこの間もあったじゃん、なんか電車のさ鉄オタみたいなの取ろうと思ったらなんかそのホームに入っちゃったみたいななんかホームに落ちちゃったの、なんかそう写真撮ろうと思ったらなんだとか、でもそんなもんさ分かるじゃん。てか本当に好きだったら目をかけないと思わない？そうですね。そう。そこだと思うの。電車で本当土俵入りみたいに股開いてるやつとかさ、リュックをどうしてもここから動かさないやつとか、前に抱えてくれ。ね。すごいこういう感じだよね。さ、もうなんか顎決められたりとかするからねあれ。マジでね。あれ辛いよみたいな。監督的になんかなんかイラッとしたとかな。小田急線の新宿駅のところって両側開くんですよ。新宿が終点なんで、降車口と、乗車口っていうのがあって。降車口で降りなの方に降りなきゃいけない。でも、降車口開いたらしばらくすると乗車口が開くんですよね。はい、まあ、時間差だよね。乗る人たちが入ってくるんですけど、わざと降車口出ないで待ってて、乗車口開いたら私賢いでしょみたいな顔で、乗車口から出てくるやつがもう大嫌いなんですよ。大嫌いなんですよ。あの世の中で一番救いようがないのは自分が頭いいと思ってるバカが一番始末悪いから。確かにね、こっちの方が早いし賢いだろうみたいな。そうバカだよね。私よかったそっちのバカじゃなくて。まあ馬になりがちだけど、いや頭いいとは思わないけど、あのそこまではっていう、なんか人間としてとか人として、あ、そうそう、それな、考えればできることってあるじゃない。一応階段決まってるじゃん、右左が、上る降りる。で別にさ空いてないよ、あの無視してくる方は何なの、あれね、川を渡るかのようにさすごい無視する人いるじゃん。分からん。それで私下打ちされたことあるからね。そう、そう、ね、そういう人お前だよってなる。すごいなんか逆逆みたいな、ね、うん、いるいる。私にめちゃめちゃその、あと乗りたかったんだろう、私にバーンってぶつかってきた人に下打ちされたりとかする。止まってたのに、お前がぶつかったじゃんみたいな。心に余裕はないのかしら、みんななんか、あ、ごめんなさい、これ、あ、すいませんとかってなればいいの、なんかってなるじゃない、すぐ、うん、なるね。言ったら負けみたいなこと思ってんじゃない、そういうやつ。なんでだからもう私はもうプラスにそういう風にいろんなことを考えてる人は、なんかしてもね、早く乗らないと毎日遅刻して怒られてるんだねって、たまにはちゃんと出勤したいんだねみたいな一件なんか取ってこいよ仕事みたいな、うん、ぐらいの勢いで。でもそうやって仕事取れないけど、まあね、だってちゃんとしてないんだもん。取れるわけないよね。そうなんだよ、さあ、とはいえでも自分も分かんないよね。迷惑かけてないつもりだけど誰かがなんか迷惑かけちゃってるかもしれないからね。それが私が一番重々承知。違う、そういう意味じゃなくて、そういう意味じゃなくて、リオさんね、さっきからずっとそれに怯えてて口こもってるんですよ。言いたいけどもでも私もっていう。まあ、だから改めてじゃない、自分も気をつけて、みんなも気をつけましょうみたいな。はい、気をつけます。違うなって、違うなって。まあでもね、酔っ払ってっからしょうがないよねっていう口癖もあんま良くないのかもしれないよね。うん、限度あるからね。うん、限度知らないからね、酔っ払うとね。だから世の中は良くない。どういう？あんたがね。ねえ、酔っ払ったから生きとかないから。うん、じゃあ飲むなって話だから。合わし方覚えなさい。いつまでやれるかもわかんないからね。体気をつけなきゃいけないわね。あんたもよう笑ってるけど。でもそうね。
まあでも飲むときは飲まなきゃいけないから。